皆さん、おはようございます。インダーム役は金太です。楽天のキャッチャー期待していた坂田南高校出身の下妻隆弘さん、ご存知でしょうか。その松戸を言います。はい、楽天のキャッチャー、確かに大型キャッチャーとして入団しましたが、しかし全く活躍できず2軍で暮らす日々。1軍でようやく捕まえたのは2014年頃かな。はい、1試合だけだけど、その後は実は17年40試合以上出場し、まあスタメンにかけたんですけどもね。はい、惜しかったね。はい、やはり打てるキャッチャーの存在、城島健二さんの存在、島本博さんの存在だったかもしれませんがね。その後2020年代結局は引退となってしまいました。足立雄一さんと同時に。はい、いやー、下妻隆弘さん本当に期待してたんですよ私も、うん、テレビ高校野球見てて本当に期待した選手でもございますよね。はい、期待を裏切る結果、大型キャッチャー、ストローク力も本当にすごかったけどもね。はい、いやー、惜しかったね。やはり楽天の正キャッチャーになれないのは本当に壁があるからですからね。はい、というわけで以上です。バイバイ。